私がみんなを守ります。国と民を守るのが軍人の使命だ。私がみんなを守ります。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。あんたの狙い通りだ。俺が撃退してやる。了解。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。ぼーっとしてんじゃないよ。勝ってきな。ちょろいね。俺が撃退してやる。震えろ。
次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。俺が撃退してやる。命令に従おう。雰囲気が俺たちの知ってる姉子じゃない。一人ぼっちで元気なさそうですね。正しくは生きる目的をなくしてるのさ。あの時はちょいと事情があって王国軍を離れたんだ。軍人の身分を捨てたら守るべきものをもなくしちまって、それで一人の傭兵としてイリアを巡り歩くことにした。以来数えきれないほどの仕事をして、これでもかってほど戦ったけど、イリアの情勢は日増しに悪化していった。私は何も変えられなかった。自分が戦ってきたことに何か意味があるのかって、自問すればするほど答えは見えなくなっちまった。姉さんは明るくて強い人だと思ってたけど、そんな過去があったなんて。なんだ、続きが知りたいのか。ここまで聞いてお預けとかあんまりっすよ。私を変えたのはある出会い。まあ続きを見りゃわかるさ。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はごちそうでお祝いだよ。
ーっとしてんじゃないよ。うせろ、あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。いいよ。伏せろ。
国と民を守るのが軍人の使命だ。私がみんなを守ります。次は私の番。いいですよ。助かる。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。守れなきゃ。俺が撃退してやる。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。俺が撃退してやる。了解。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。うっせろ。あんたの狙い通りだ。俺が撃退してやる。命令に従おう。次は私の番。怒ったよ。もっと頑張らなくっちゃ。ぼーっとしてんじゃないよ。あんたの狙い通りだ。俺が撃退してやる。
震えろ！みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。国と民を守るのが軍人の使命だ。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。
きな。ちょろいね。俺が撃退してやる。次は私の番。えっ、助かる。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ、俺の番だな。了解。ないぞ。次は私の番。了解。助かる。ぼーっとしてんじゃないよ。伏せろ。あんたの狙い通りだ。俺の番だな。命令に従おう。
国と民を守るのが軍人の使命だ。私がみんなを守ります。次は私の番。了解。助かる。ぼーっとしてんじゃないよ。撃退してやる。命令に従おう。次は私の番。了解。助かる。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。くらえ。俺が撃退してやる。命令に従おう。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。あっ！どけ！てぇ！
に任せて。怒ったよ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ、俺が撃退してやる。命令に従おう。私に任せて。私たちを助けてくれた時のことだよ、きっと。この後、スズランの町まで送ってくれて、住む場所まで用意してくれたの。姉子のおかげで、俺たちは戦火を生き延びたんだ。ああ、あの時か。あんたらを守る自信なんかこれっぽっちもなかったんだけどね。そう、私は一人でさまようただの傭兵で、この手にあるのは剣だけだ。そんな私が幼い命を二つも背負えるのかって自問自答を繰り返してさ。けど、こいつらを連れて荒野を渡り、野獣を追い払いながら町にたどり着いたとき、気づいたんだ。こいつらの運命を私が変えちまったってこと。私がどこの誰かなんて全く関係なかった。だったら、こんな私でも、もっとたくさんの人の運命を変えられるんじゃないかってね。姉子、やっぱかっけえな。というより、あんたらが私の運命を変えてくれたんだ。そうだった
んですね。あ、ファカールってば、姉さんが怖くて泣いてたんだね。知らなかった。ちげえよ。
ぼーっとしてんじゃないよ。まあまあかな。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。はい、はあ、ちょろいね。かかってきな。ちょろいね。私がみんなを守ります。国と民を守るのが軍人の使命だ。次は私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。俺が撃退してやる。
命令に従おう。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。俺が撃退してやる。命令に従おう。次は私の番。えい。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。俺が撃退してやる。了解。私に任せて。えい。もっと頑張らなくっちゃ。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。俺が撃退してやる。了解。まだやれます。
次は私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。俺が撃退してやる。了解。次は私の番。了解。俺が撃退してやる。了解。次は私の番。いいですよ。助かる。任せときな。はっ！俺の番だな。震えろ！あっ！次はないぞ！イリアのために。まだ終わっちゃいないよ。やっぱり努力努力ですよ。
やっぱり努力。これはみんなの役に立つよ、絶対。軍人たるもの、日々精進の心構えと強い。軍人たるもの、日々精進。強い技を磨くには人の100倍の汗をかかねばならない。そう覚悟している。
私がみんなを守ります。私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。俺が撃退してやる。命令に従おう。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。ジョロイネ。俺が撃退してやる。了解。次は私の番。みんな元気出して。おっと、ありがとさん。俺が撃退してやる。震えろ。
を守ります。国と民を守るのが軍人の使命だ。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。俺が撃退してやる。了解。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。俺が撃退してやる。命令に従おう。
次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。俺が撃退してやる。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。俺が撃退してやる。命令に従おう。次は私の番。怒ったよ。私やりました。
マイサとファカールを連れて逃げな。早く。え？山賊どもがスズランの町を狙ってるんだ。私たちじゃ手も足も出ないんだよ。だけど、お母さん、僕のおもちゃ。ラビアお姉ちゃん、俺たちも行くの？あんたら、スズランの町は好きかい？うん！もし逃げれば、この町は山賊どもにやられる。そして、いずれ他の町も同じ目に遭う。そんなのはもう、うんざりするほど見てきた。安心しな。どこにも行きやしないさ。たかが山賊だ。お姉ちゃんがコテンパンにしてやるよ。ちっしょう、俺も一緒に戦えたらな。そうだ、私たちでみんなを呼び戻してこようよ。一緒に町を守ろう。へえ、それじゃ頼りにしてるよ。